Welcome to Dance Rush Stardom。 皆さんこんにちは。コナミが送る新世代ダンスゲームダンスラッシュスターダムはもうプレイした？ダンスラッシュスターダムはクラブミュージックや流行りの J-POP に合わせてシャッフルダンスを中心としたいろんなダンスが楽しめるゲームなんだ。今回の動画ではゲームに登場するベーシックなステップランニングマンを覚えてきた君にさらにかっこよく踊るためのコツを教えていくよ。それじゃあいくよ、 Let's get it started。ランニングマンをさらにかっこよく踊るために今回は下半身の動きのコツと上半身の動きの例を教えていくよ。まずは下半身の動きの3つのポイントをチェックしていこう。まず最初のポイントはしっかりと2段階の動きで踊ること。テンポが速くなってもこの2段階の動きをしっかり分けてステップするとかっこいいぞ。これが悪い例。2段階の動きがつながってしまうとキレがなく見栄えが悪くなってしまう。次のポイントは後ろの足をしっかり止めること。かかとを上げずにしっかり止めることで動きにメリハリがつく。後ろに蹴り出してしまうのは NG だ。そして膝をしっかりと上げるのが最後のポイント。この3つのポイントを押さえれば下半身の動きはバッチリだ。下半身の動きがマスターできたら次は上半身の動きを見ていこう。シャッフルダンスはフリースタイルなので決まった動きはない。でもリズムに合わせて腕や上半身を動かしていけるとさらに見栄えよく見せることができる。今回は上半身の動きのパターンの代表的な2つの例を紹介していこう。まずは走っているように腕を大きく動かすパターン。腰からひねってより大きい動きにアレンジしてもクール。そして今度は歩いているように滑らかに腕を動かすパターン。慣れてきたら背筋を伸ばすことも意識してみよう。どうだったかな？今回のコツをマスターすればランニングマンは完璧だ。早速ゲームで試してみよう。それじゃあ今回はこの辺で。 Thank you for playing。コナミ